本日は GH6 を触りに青山の方へ向かっております。今日気持ちのとてもいい空でしてね、快晴です。はい、ただいまルミックスベース東京に向かって青山の方に向かってます。で、本日は GH6 タッチ&トライというところでこう予約制だったんですけど、予約取れまして現在そちらに実機を触りに向かっている途中です。今ですね、カバンの中にですね SD カード UHS2 の、プログレードデジタルのコバルトと、あと CF エクスプレスタイプ B の、メモリーカードを持ってきておりまして、撮影した映像データとかっていうのも、持ち帰れるみたいなので、ルミックスの S5 ですね、それを持ってきていまして、そちらとまあ簡単に比較して皆さんにお見せさせていただくことができるかと思います。どれぐらいこう触れる時間は30分ということなんですけど、こういうイベント私来たことがなくて、どれぐらい触れるのかっていうのは全然わからないんですが、できる限りこうそれをいろんなことをこう試してですね、収録してこれればいいなと思ってます。またその状況っていうのもこの今 DJI Action 2で来てるんですが、こちらで収録できるようだったら収録していきたいなと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。それでは向かってしまいますね。はい、結構交通量が多くてですね、騒がしいと思うので、一度こちらで収録ストップして、また後ほど収録を開始したいと思います。はい、こちら青山の交差点ですね。こちらから青山1丁目の交差点、原宿の方を向かいます。風が強くて、まあここら辺だけなのかもしれないですけど、日向は暖かなんですが、日陰はちょっと寒いですね。で、まだその予約した時間までですね、少し時間がありますので、散歩がてら撮影してみてます。どのようなところなのかとっても楽しみですね。で、また GH6 がどんなボディなのかっていうのを今から本当ワクワクしてます。プロレス5.7K 422ダイヤルの、ここにこの歯車のメニューの上から2つ目の AF 関連のところに入っているのが分かりづらいですけど、シャッター全押し動画記録っていうのがこれは企画を使えるそうですね、はい、これはいいなまさにユーザーの方からフィードバックいただいた岩倉さんからいただきますこれはどうもケーブル固定って電モードできてるのかな、電モード 4K120p とかですか。あ、聞きます聞きます、大丈夫です。はい、もちろん、ね、はい、大丈夫です。で、結構これボディだけで 7.5 段止まるので、それなりにそのレンズがあんまりそういう強調とか対応してないやつ、効果でダイナミックレンジ、このサイズでは最高ですね。そうですね、でも結構言っていただけるのが、今回やっぱり動画の性能自体、まあ、8K は言ってないですけど、動画性能上がって、で、今まで持ってたレンズと組み合わせでこうテストしたりすると、なんかこう今までのレンズもちょっと違った感じが出るというか動画サンプリング的な、そうですね、なんか映像のなんか見え方が結構なんか今まで知ってたレンズの感じよりもちょっとこう緻密な絵が出るとかっていうのを結構言っていただけてて、そこはやっぱり性質にもよって感じ方違うとは思うんですけど、ノイズも
回結構細かく割とナチュラルに出るので、出たとしてもそんなに気にならないし、出方自体も GH5 とか GH5 のアクスよりかなり抑えられてるので、映像の頻度で言うと結構いいじゃんっていうふうに言っていただける方もいらっしゃいますね。リアルに行ってみるとの読み出しを変わってますね。そんな感じですね。それでダイナミックレンズ撮れるようになったりとかも入ってますし、タイムコードいきます、インアウトもできます、アウトもできます、アウトもできます、はい、あのちょっと同梱品の、はい、ケーブルを、そうです、はい、待って、これでこれやってこなかったからこれなくなっちゃったのかな 5S と、まああと、なんか逆にその時ピブって動いちゃうから、はいはいはい、押すかどうかが非常に悩むっていうかいけてると信じていくのかな、信じていくのか念のため押すのかみたいなのがすごい悩むので、確かにその
それはなんかずっとなんか前から出ないですよね。そうですね、だから。はい、GHX 触ってきました。もうこう触った感じっていうのを忘れないために、早めにこう気になったところっていうのを、気になったか良かったところですね、それを話していきたいんですけど、まず、よくこうネガティブに言われている重量の部分ですね。こちらはそのグリップの形状がいいので、すごく良かったので、私は全く気にならなかったですね。こう深いグリップのところでこうしっかりとグリップ握れる、マイクロフォースターズなのでレンズが軽いから重心が真ん中に近いんですよ。まあ、ものすごく長い時間こう使用していると重いかもしれないんですが、 GH5M2 とかっていうのも意外とこう重くて 100g くらいの差し感はないんですよ。ということを考えると、そのレンズが軽いっていうので本当気にならなかったです。であとはやっぱりこうバッテリーの持ちですよね。こう負荷のかかる撮影していると結構目に見えて減っていくかなって感じがありました。それ以外にオートフォーカスとかっていうのは本当だいぶ良くなっている感じがあって、まあ、到着楽しみですね。で動画の方も撮ってきたので、いろいろこうお見せできるところこの後編集してアップしていきたいと思います。はい、今ですね、YouTube にですね動画をアップしていいかどうかっていうのを確認忘れて、まあ、直接また聞きに戻っておりました。こういうのもですね、著作権とか肖像権とかを気にするってとっても大事だと思うので、気をつけていただければと思います。私もちょっとそれをおろそかにしてたので、まあ、しっかり聞いてきた感じになります。はい、ですね、確認してきたところ、アップは、その他の参加者様が映ってなければ OK ということだったので、そちらをちょっと気をつけてですね、モデルさんと、あと私が撮影してきた部分の動画っていうのをアップしていきたいと思います。こちらの並木とかも綺麗ですね。いろいろと GH6 のですね、話を聞いてきたんですけど、この S5 と比べて、まあ、同程度の背面モニターとかを積んでるということだったんですけど、実機をこう並べてみたらですね、 GH6 の方がまあ綺麗だったんですよ。まあ、大きな違いというよりは、もしかしたらこの私も結構 S5 使っているので、そういうところでこうちょっと劣化してたけどなんのかもしれないですけど、あとはそのラットのですね、ラットを当てたっていうシミュレーションですよね、そちらが有効だと本当はっきりとした発色でとても見やすい背面モニターでした。で、ファインダーの方もですね、結構しっかりと見てきたんですが、まあ、しっかりとこう綺麗に見えるなっていうのが第一印象で、まあ、限られた30分という時間しかなかったので、その中でいろいろ試してきたぐらいの感じの印象だと、まあ、この全体的に S5 よりは私の中では綺麗で使いやすいなっていう感じでしたね。で、オートフォーカスの件も話聞いてきたんですけど、この S5 とかと比べてなんでこんなにオートフォーカス良くなったのかなっていうのは、やっぱりエンジンの速度ですね、処理速度、それがとても高速になったからということらしいです。まあ、アルゴリズムとかっていうのはこの S5 とかほぼ同じものを積んでるようなんですが、ただその認識してですね、被写体とかそれでピントを合わせるというところの処理が、まあ、センサーサイズの問題だとかとかそういうのもいろいろあって間に合ってなかったらしいんですよ。というのをこう適正化してきたのが GH6 らしいです。かなりオートフォーカスは良くなってるって印象だったので、まあ、なんかこうどうだろうと思ってる方いたら、ぜひ触っていただければなと思いますね。今回撮影を試してきたのはこのプロレスとかですね、アップルプロレスとか、あとはハイフレームレートのですね、動画がどういう感じなのかなっていうのを、まあ、ざっと一通り試してきてみました。フル HD のですね、こうハイフレームレートとかっていうのも、確か300、250かどっちかぐらいまでこう高速で撮影できる、250だったかな、できるんですね。その状態っていうのが、なんかこれがまあ250フレームで撮影できているんだっていうのが結構驚異的でしたね。オートフォーカスの制限がなんかちょっとあった感じがしますが、その辺っていうのも、まあ、おいおいこう見ていければいいかなと思ってます。やっぱりこのパナソニック の担当の方もおっしゃってましたけど、マイクロフォーサーズ、フォーサーズセンサーっていうところのメリットをこう最大限に生かしているのが GH6 ってことでしたね。まあ、なんとなくこう演算速度、まあ、性能を上げましたといっても、このオートフォーカスの性能、制御とかが間に合わないとかっていうのがこの S5 だったとしたら、そういうのをこうセンサーサイズを適度に絞って、でそこからその
2500万画素相当の、あ、約2500万画素ですねのセンサーの情報っていうのを高速に処理してオートフォーカスからこのハイフレームレートまで対応するっていう考え方みたいでした。まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、私はまあそういうことなのかなっていうふうに捉えて、もうなるほどなと思いましたね。センサーサイズが全く違うんでね、やっぱり制御する、計算する、まあ、演算ですよねっていうことを考えると負荷は全く違うのかと思います。はい、それでは動画の方いかがでしたでしょうか。まあ使ってきてですね、今日ちょっと次の日に追加で収録してるんですが、まあ、当日は結構集中して撮ってきたせいなのと、あとその後にちょっと用事があってですね、疲れてその日は編集ですね、そちらをして、まあちょっと時間が足りなくなってしまったので今日追加で収録しております。で、まあ使ってきてみてこう大きく私が感じたことっていうのをこう後にこう話してまとめていこうと思ったんですけど、まず環境としてはですね、私はこちらの CF エクスプレスタイプ B のカードを持って、まあ、動画の方収録してきて、 Apple ProRes 含めてスーパースローの、まあ、重たいですね、動画のフォーマットでも収録できることを確認してまいりました。で、あと持った感じなんですけど、こうやっぱりこう重いっていうことが結構取り沙汰されていて、 GH6 ですね。で、まあ重い、確かに重いかもしれないです。ただなんですけど、フルサイズのカメラにそれなりのレンズをつけた方がはるかに重いですよね。マイクロフォーサーズの美点、まあ、メリットっていうのはやっぱりレンズがとってもコンパクトなものが多い。もちろん 1.7 投資みたいにこうとってもでっかいレンズとかもあったりはするんですが、じゃあ一般的に使う、まあ、キットレンズとして装着されたライカの12から 60mm まで F2.8 から4のレンズとかですね、その組み合わせで私メインで試してました。っていったところで、重さっていうことで考えると、まあはるかにコンパクトである α7-4 ですよね、それに、まあ、20mm の F1.8 のレンズをつけてるのよりも、むしろこう 重みがですね、真ん中にある感じ、レンズが軽いっていうのはやっぱりそういったところにこう手首の負担がかからないんですよ。ちょっとまあ私男性ですし、ちょっと力もだいぶある人なので、そういったところでこう皆さんがそういう意見を持てるかっていうのはちょっと話は別だと思うんですけど、ルミックス S1、S5、α7-4、それとあと ZV-E10 とかですね、そういうのを使っていて、まあ、ZV-E10 のキットレンズっていうのは圧倒的に軽いです、もちろんなんですが、っていったところと比較して、そのフルサイズ関係のカメラたちと比べるとどうかってことを考えれば、私はその重いって言われてるほど重くは感じなかったっていう意見をこうちょっと発表させていただきます。はい、まああとですね、こうまだあんまりこう世に出回ってないであろう、これが、チラシですね、とあとこちらがパンフレットとですね、あとこちらがですね、そのカメラ関係、まあ、パナソニックさんのこういう一覧にまとめたどういう機能がありますよっていう現行のミラーレスの表ですね。これまだどうやら当日に完成して当日に印刷したっていうふうに現地の方がおっしゃってたので、まあ、持ってる方あんまりいないんじゃないかなって、面白い資料いただいたりとか、あとこちら GH6 のステッカーとかっていうのもいただいてまいりました。まあ、なかなかちょっと行ってこう試して面白かった、楽しかったっていうのとこういいものいただいて、とってもいい場でしたね。はい、ではあとなんですけど、まあこのルミックス S5 ですよね、フルサイズのパナソニックの、まあ、ミラーレスカメラ、まあこれ上位機種他にもあるんですが、まあこれがフルサイズで一番私も今持っている汎用性の高いモデルになると思います。写真と動画とですねと比べてみても、これ正直なところ私がこの S5 のデメリットですよって言っている、どうしてこのケージをつけているかってところで、ここにストラップのですね金具がある、それが指に刺さって痛いっていうのがあったんですけど、それがGH6 の方は似たような作りはしてるんですけど、指に当たらない構造になってました。まあ、グリップの深さとかそういうので、この手の角度がですねちょっとこう変わったなっていう感じが印象として私ありましたね。で、この深さとかっていうのも少しグリップの深さとかっていうのも変わっているので、まあ、GH6 よりもこの S5 の方が私としては持ちにくい、なのでこのケージをつけている。でも GH6 の方は深く握れてしっかり持てたので、まあ、ケージつけなくても全然 OK、 ただまあ拡張性とかを考えるとですね、それは必要なのかもしれないんで、まあ素で使えるっていうところにとってもいい面があったなっていうのが思った感じで感じましたね。で、重みっていう風にちょっとさっきもちょっと言いましたけど、こう言われるほど重く感じたかなっていう感じは全くなくて、まあどちらかというと重みっていうよりも分厚いミラーレスだなっていう印象でした。私としてはこのチルトバリアングルモニターっていうのがまあついている、チルトフリーバリアングルモニターかな、まあ、この手前にこうカチャッと起きるんですよ、まず。で、そこからこうモニターを回転したりとか、いろいろこう幅広い運用ができるんですね。
ウエストレベルぐらいで持ってる感じだったらチルトをこう上げるだけでも視認性よく確認できますし、であとは私その感じたのが歩きながらも言ってましたけど、モニターがとっても見やすく綺麗で、ファインダーっていうのも明らかに綺麗になってるなっていう感じはありました。まあ、その見え方とかっていうのは結構個人差があったりするので、 S5 で十分綺麗だよって思ってましたけど、それよりもなんか一回り変わってないっていうお話だったんですけど、綺麗に感じましたね。まあ、環境とかセッティングとかにもよると思うんですが、それはあのネガティブな要素じゃなかったと思います。で、もう一つそのダイナミックレンジブースト、とっても面白い機能ですよね。それがログ Vlog の撮影の時には ISO が最低 の低い方が2000で12800までって形で、まあ、基礎的に使用されるみたいなんですが、そちらの方をどういう風に生きてくるかなっていうのの一番使うであろう背景、そのおそらく夜景関係だと思うんですよ。で、夜景っていうところで、その後ちょっと別の場所に用事があって S5 を持って夜景の撮影みたいなことをちょっと遊びがてらしてみたんですけど、やっぱりこのパナソニックのカメラってなんですね、オートフォーカスが弱いっていうよりもその掴まないなっていう、掴み出してしまえば本当もう写真だったら困らないぐらい早いんですよ。まあその掴まないっていうのは暗いところになればなるほど顕著でして、やっぱりこうオートフォーカスパッと合わないな、写真も撮りにくいなって感じは α7-4 と比べると顕著でした。ただそのダイナミックレンジブースト、要は高 ISO でしか使わない機能ですよね。っていったところで、その高 ISO を活かして動画でどれぐらいオートフォーカスが生きてくるのかなっていうのを、その夜景で撮影していてとっても楽しみになりましたね。映像が綺麗ってのはもちろんなんですけど、 ISO が稼げる、まあ、画面も結局明るくこのデータとしてボディが受け取るってことになると思うの でさらにその賢くなった頭脳ですよね、ヴィーナスエンジンっていうのがどういう風にオートフォーカスに影響を与えるのかなとかっていうのを、まあ、早く試してみたくなりました。写真の方はちょっとどうだかわからないんですけど、動画の方がこのルミックス S5 だと暗いところだとまあほぼつかまないですっていうのが、どれぐらい良くなってるのかなっていうのを早く見てみたくなりましたね。はい、今回ですね、こうちょっと後ろに今あるんですけど、編集もめちゃくちゃ大変でした。普段こう Vlog でこうカラーグレーディング、カラーコレクションとかってあんましないようにしてるので、っていったところでこういろいろ私はあんまりうまくはないと思うんですけど、ちょっと色とかですねいじくりまして編集してみたんですが、そこで感じたのはやっぱりこのルミックス S5 も十分綺麗だよねっていうところでしたね。Vlog で撮影してきてこう色をこう乗せてったりすると、傾向としては、まあ、GH6 似たような傾向、まあ同じような傾向だったと思います。ただまあそこで感じたのが、まあじゃあそのマイクロフォーサーズのセンサーでここまでこう綺麗に表現いろいろできるんだなっていうのを再認識したんですよ。なんかセンサーサイズフルサイズ命みたいな感じの私もちょっと持ってたところがあって、まあそうではないですね。まあいろいろこう後から出てきた技術とかっていうのがこう積み重なってって、マイクロフォーサーズっていうのの新しいこう次元に GHX が到達しましたみたいな感じでこう打たれてますけど、本当にそれを感じましたね。ISO、まあ、ノイズ耐性とかっていうのも、まあ、明るいところで撮影しただけなのでそこまでのチェックってはできなかったんですけど、まあ、あと30分って時間は実際こういろいろ試そうとした時にはとっても短い時間に感じてしまいました。まあ、それでもこうなんていうのかな、試しきれないほど新しいフォーマット、新しい機能とか、まあ、あと手はハイレゾ撮影写真の方もですね、いろいろ機能を積んできてるので、この GH6 っていうのは手元に届くの、もう私予約しましたので手元に届くのがとっても楽しみになっております。はい、まあ今回はこの GH6 を触ってきましたっていう、まあ他の方たちに比べてこう先行的に体験できたっていう機会をいただけて、パナソニックさん本当にありがとうございました。まあ本当にこう綺麗なモデルさんを撮影させていただいたりとかって、とってもいい時間を過ごせたので、まあなんかこうなおさらこう GH6 パナソニックのミラーレスに対して私こう愛着昔から持ってるんですけど、まあさらに深くなりましたね。っていったところで、まあこう GH6 の私が触ってきたっていう動画はこれで締めくくらせていただこうと思うんですけど、まあ到着、それ以外到着前にもこの S5 を使っていろんなことができると思うし、じゃあそのマイクロフォーサーズのレンズっていうのはどういうのがあるのかなとかっていうのをまたこう楽しむこともでき増えてきたので、まあいろいろ整理をしながらですね、自分がどういうふうにこの動画写真に対してこれから向き合っているのかなっていうのを見つめ直すいい機会にもなりました。まあこの α7 と α7-4 とですね、GH6 はもう多分手放さない、しばらく手放さないです。ただそれ以外のカメラとかっていうのはもしかしたら整理するかもしれないし、じゃなくてレンズをガーッと絞ってですね、それぞれのボディの特性っていうのを楽しむっていう楽しみ方を私がするかもしれないです。っていうのはですね、なんかこう自分の楽しみプラス趣味プラス仕事プラスいろいろこう組み合わせてってことができる、本当相乗効果で楽しんでいくことができる、いい本当にいい趣味になってくるなって思いました。カメラ
で、動画や写真ってことも楽しめますね。というような情報をこちらのチャンネルでは発信していければなと思いますので、ぜひそういったものを一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録と、何か皆さんの役に立つことを発信できればいいなと思うので励みになりますので、グッドボタンをいただければと思います。で、またコメント等でですね、気軽にコミュニケーションいただけると嬉しく思います。今回のこと GH6 っていうのが、その画質面ですよね、8K を採用できなかったみたいなことをパナソニックの方とおっしゃってたんですよ。ただその 8K ってどれだけの方が必要としていますかっていうのが私の中ではとっても大きいと思っていて、じゃあスマートフォンとかタブレットで 8K 画質っていうのは有効に働くんですかとか、あとその通信ですよね、光回線引いているような方は 8K ガンガン見たりしてもストレスはないと思うんですけど、じゃあこの 5G っていうのもまだ全国的にしっかり対応していますかとか、 5G の速度自体もそうです、規格の問題でですね、といったところで今まだまだしばらくは 4K で十分な時代だと思うんですよ。どこでブレイクスルーするかは分かんないんですけど、 4K でも伝えられないことってじゃあ何なのっていうことで、圧倒的な高解像度とか高画質とかっていうのは、それを扱う人たちが楽しめばいいと思うんですよね。で、趣味とかで自分が 8K 画質で楽しんでいきたいとかっていうことは全然いいと思います。ただ 5.7K 十分綺麗だし、それをダウンサイジングしてですね、オーバーサンプリング化して 4K で出力って十分綺麗だと思いましたよ。といったところで、 4K だからとか 5.7K だからとかではなく、機会があったら GH6 ぜひ触っていただければなと思いました。はい、ちょっと最後にまた話長くなっちゃいましたけど、では失礼します。ありがとうございました。失礼します。